のゲスト、ヘンリー由美さん、よろしくお願いします。お願いします。さあ、まずはこれすっごいことになってるでしょ。私今初めて見るんですけど、はいはい、どうですか。ビオレス希少種等身大です。正直見えないですね、上まで。そうなんですよ。それぐらい大きいですよね。このモンスターハンターザリアル、はい、ユニバーサルスタジオジャパンとのコラボレーションなんですが、はい、ユニバーサルスタジオジャパン、これはお越しになったことは。私実は日本のユニバーサルジャパンは、はい、初めて。あ、そうなんですか。はい、でもすごくお子さんがたくさんいらっしゃって。そうなんです、ね、お子様が楽しめるものが多いって聞いてるので、はい、うん、なんかちょっとこれは怖がっちゃうかなっていう。いやでもね、これはやっぱり2歳3歳のお子さんたちもね、はい、見てもらうと、まあ確かに強い子になる気が、はい、ものすごい怖いと思いますでしょうね、はい、モンハン大会っていうのをいつも開催してて、みんなで、集まって、はい、どこかお店に集まって、4人で、はい、1組になって、自宅じゃなくて、はい、お店でやるんだ。そうです。なるほどね。そういうのが OK なお店を探して、はい、カップルの方とかはモンハンデートとかで結構なんか人間性を知りましたみたいな人もいるみたいで、なんかあるね、こんな一面あったんやみたいな。そうなんかそんなにあれだったけど、なんか素敵だわみたいな。あ、逆もいいこともあるわけですね。うん、あるみたいです。さあ、それではヘミさん、この双剣を使ってリオレウス騎士の種に立ち向かってください。じゃあヘミさん、一狩り行こうぜ。これね、双剣の鬼神カノーと、そしてこのスモークなど、本当にもうリオレウスが生きてるかのように、この瞬間からモンスターハンターザリアルユニバーサルスタジオジャパンのスタートとなります。OK ですか。次じゃあ、はい、センターの方々にお願いします。ちゃんとね、右足をパンと出してね、これはシャキンって剣出した時の構えですよね。モンスターハンターポータブルサードプロデューサー、辻元亮斗さんです。お願いします。よろしくお願いします。辻元です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、嬉しい。ユニバーサルスタジオジャパンのオフィシャルウェブのメイキングでは、はい、そうです、そうです。辻元さんが本当にほとんど食いていいぐらい登場しているという、そうですね、制作の方も一緒にやらせていただいて、はい、本当にね、ユニバーサルスタジオさんの、クオリティの高さというかね、一切妥協しないですよね。こちらがいろいろこれお願いしますって言って、こんなんしましょうよって言って、いや無理ですって言われたことないんです。本当に素晴らしいです。